あるある U テレビは2012年4月23日から2013年3月28日まで TVQ 九州放送で放送されていた深夜バラエティ番組である2012年4月27日福岡県北九州市小倉北区にオープンした商業施設あるあるシティ内のあるある U 劇場で公開収録された曜日ごとに吉本芸人が 番組 MC として登場し、サブカルチャーを知らない女子に、いろんな企画を通してその魅力を伝える番組で、アパマンショップ一社提供番組である。公開収録は、毎週月曜日引く木曜日18時開演で、月目ライブとして行われ、収録分は、当日の深夜に放送される。また、18時30分19時30分の間は、あるある U 動画として、U ストリームで、 生配信が行われていた。2012年9月1日から2012年12月15日までの期間は北九州空港に拠点を持つスターフライヤーの機内エンターテイメントでも配信されていた。テレビではお部屋対抗プレゼンバトルあるあるシティ紹介プレゼンネタバトル他に出演しネタを披露する。第45週のみ各曜日のアシスタントが全員出演。 2012年2013年 HKT48 及び NMB48 のメンバーは番組初出演時に番組 MC と本人以外の出演者が考えた候補の中から当日の観覧者の拍手の量により投票本番組での呼び方番組オリジナルニックネームが付けられた本ニックネーム命名については本編内ではなく本番組公開収録後に引き続き行われる あるある言う動画のコーナー、HKT48 のニックネームを考えようで行われていた。番組未出演のメンバーを除くニックネーム一覧は下記の通り、HKT48、NMB48 出演するメンバー2名がすでに番組オリジナルニックネームを命名されている場合は、同ニックネーム同様、あるある言う動画内において、HKT48 の新、 自己紹介を考えようと題し、通常それぞれが劇場公演等で行っている自己紹介とは別に番組独自の自己紹介及びこれに伴う振りが作成される。その際、本人のプロフィールにおける特技、趣味や本人の希望するイメージなどを参考に候補が提示され、観覧者の拍手の量により投票、本、 番組オリジナルの自己紹介がフリも含めて決定される工程は同ニックネームの命名と同様であるがフリの決定に関しては提案者以外の出演者の意見も交えて決定される事例がある。また必ずしも同ニックネームを踏まえていないもの、両者間に関連性のない例も見受けられる。以下はその例である。ありがとうございます。